本当に、本当にお金なくて。うん。サックス奏の及川ひなです。今日は楽器を吹くんじゃなくて、アメリカでの極貧生活について軽くお話ししようかなと思ってます。演奏はインスタグラムとかショートとか、あと別の動画でたくさん吹いてるので、よかったらそちらを見てください。はい。というわけで、2021年の9月にニューヨークに留学できたんですけど、親からの仕送りが全くなしだったんですよ。まあ、これね、詳しいことはまたちょっと長い動画で喋ろうと思ってるんですけど、留学当時は本当にお金なくて、でもちろん2年間の生活費と学費の目処は立ててきたんですけど、でもそれでもやっぱりどんどん上がるドル、どんどん下がる円安になるし、すごい大変だったから。何を食べてたかっていうと、アメリカ来る前にめっちゃオートミールにハマってて、こっち来てもうオートミール買おうと思って、こういうサイズのオートミールを買って、これがだいたいセール、スーパーでセールしてたら、まあだいたい6ドル5ドル6ドルぐらいで、すごい持つんで、1食分は 20g しか使わないから、これ 1.19 キロあるんですけどこれをひたすら食べてましたね。だしだけ買って、これに水を垂らして、だし入れて、具なしで、ちょっと卵とかも溶いて、まあ、軽くチンしてみたいな、名もなきオートミール飯を食べてました。じゃがいもめっちゃ好きで、じゃがいもばっかり食べてた時期もありましたね。でそういう生活してると、やっぱ白米めっちゃ恋しくなるんですけど、日本食ばっか食べてたら負けっていう謎の価値観があって、あんまりお米食べてなくって、そしたらやっぱ体調悪くなってきて、ただでさえ全然環境違うから辛いのに。あとね、パスタを茹でるんですけど、具がないから本当にパスタソースとかもないわけですよ。あるけど日系のスーパーなんか行けないから、とにかく出汁だけ、具なし出汁パスタ玉ねぎくらいは入れてたかもしれないけど、そういう生活をしてましたね。懐かしい。学校、私クイーンズカレッジってとこ出身だったんですけど、クイーンズカレッジマジで周りに何もなくて、で他のマンハッタンにある学校とかだったらね、食べる場所たくさん、まあ、マンハッタンだからちょっと高いとは思うんですけど、でもクイーンズはほんとクイーンズカレッジマジで陸の孤島みたいなとこにあって、めっちゃ遠いんですよ。まあ、学食も一応あるんですけど、私の時コロナ明けてすぐだったんで、なんかあんまり空いてなくて、でしかもダンキンドーナツと町のピザ屋とこう中華フードトラックって感じで、中華によく行ってたんですけど、その中華はなんか、まあ、とにかく多いんですよ、あのアメリカのご飯、アメリカのレストランで出てくる。まあでもやっぱりクイーンズで安いから、このご飯になんてオレンジチキンみたいなのついて、あとスープがついてきて9ドルとか、まあ、そういう感じで、かなり油がギトギト系の中華、あのアメリカ中華って感じのご飯なんですけど、それ買って、でも多くて食べられないから3回ぐらいに分けるんですよ。3回ぐらいに分けて1回目食べて、その後冷凍して、そういう生活でした。だから多分ね、ニューヨークに留学しに来て太る人ってあんまいないと思うんですよ。なんならやつれていくみたいな。学校も大変だし、もう多分ニューヨークはね、痩せていくばっかりだと思う。特に学生の時って働けないじゃないですか。働けないのもあるし、美味しいもの食べようと思ったら、ね、高いから。でまあ徐々にそのどこのスーパーで何が安いとかっていうの分かってきて、野菜も取れるようになったり、まあ、料理も覚えたりみたいな、改善していった感じですね。大変っすよね、本当。そうね、今はもう働けるビザだから、いろいろお仕事させてもらって。まあ、去年結婚もしたし、今夫もミュージシャンなんで、そんな裕福な生活はできないですけど。まあでもやっぱり、ね、一人分の何かを作るって言うと、そういうお金かかっちゃうし、あとは結構ね、食材とかも使い切るの大変だから、まあ二人でいる分結構ね、食費も浮きますね、二人の方が。そんな感じです。留学マジ大変ですよね。これ、友達とかも呼んで、
学生時代の貧乏飯エピソードとかやりたいなと思ってます。はい、というわけで本日は